皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年12月13日、22時、まあ、報道を見ていて、まあ、パーティー関係の自粛を、まあ、自民党の皆さんとか、まあ、他の党も、述べられてたと思うんですけども、本日は、パーティーということになってますけども、万博の、チケットの購入の件だと思うんですね。で、本当にこれ今捜査が入ってる状況なんですよ。で、昔から同じことを何回も繰り返してしまってる中で、その岸田さんも、コンピューターに電波での音声とか脳へのアクセスで違う内容を聞かされています。で、それは、なぜコンピューターがそういうふうな作動をしてしまうかって言いますと、まあ、例えば、大阪府の議員さんたちや、まあ、万博に関わる人たちが万博開催決まった時に大喜びしてる内容。あれがもうテレビで放送されてるじゃないですか。で、新聞でももう飛び上がって万歳してるところを、ね、もう写真の一面になって、新聞の一面に持ってこられてる。じゃあもう実際みんなの税金をたくさん使っていた。これが世の中に出ている以上、コンピューターの判断がもうおかしくなるんですよ。で、僕も多分、さっきの岸田さん6日の映像だったと思うんですけども、12月6日だと思います。万博の方がいいとかこう聞かされてるんですけども、多分河川水門会式玉発電とか地下水流トンネル発電の発表、まあ鎌田発電もそうなんですけども、鎌田発電の本当の狙いのところまで言えば、一時期まあ僕も万博でじゃあもう発表するしかっていうようなことを言ってたんですけども、もう僕はその気がないんですよ。それをしてしまうとどうなるかっていうことがもう分かってるから、万博をあっちこっちで開催する連中とかそういう国が増えるから絶対無理。エネルギーの残存量問題の解決のために、河川水門会式弾発電とか地下水流トンネル発電とか鎌田発電も、今まで発電すらできてないのに、何を根拠にたくさん万博を開こうとするんですって。そんなことするからエネルギーが次々消耗するんじゃないですかって。たくさんガソリンが消費されてね。だからもうそれはもう僕は明確化してるから、そんなものはテレビで放送したらいいと。いっぱい取り上げていっぱい放送したらいいと。そしたらみんなわかるからと。それしなかったら結局無理なんですよ。万博開いたって一部の人間しか来れないですから、近隣の人ぐらいしか、ほとんどの人はそんな遠方なんか行かないです。交通費がかかるから。だからまあこれは一般人の方向けにも発していることですから、岸田さんはもともと、まあ、僕からの証言で、ね、まあ、皆さん受け止めていただいたら結構かと思うんですけども、もともと淡路花博で淡井圭介がどういうふうな労働状態だったかっていうことを知ってるはずなんですよね。で、他の立憲民主党の人たちとかも知ってます。で、フルーツラーパークで僕はどんなことを言われていて、その後どうなったかを知ってるんですよ。秀和株式会社とかでも出来高プラス歩合だとか、日給プラス出来高だとか、いろんな方式、まあ、ちょっと言い方おかしくなりましたけども、まあ、シューマ株式会社からの紹介みたいな形でシャープエンジニアリングで働くようなことになったんですけど、本当はシャープエンジニアリングの人とか、他の電気メーカーの人たちとかも、僕は二十歳ぐらいの頃、フルーツラバークで近隣の人たちとかを一緒に働きに来たりとか、そういうことあったから、一応ある程度覚えてくれてる人は覚えてくれてたんですよ。どちらかというと僕は覚えれてなかった方なんですよ。もう、フルーツラバークで、もう何百、もしかしたら千を超えてるかもしれない。そういう人たちと、すごい有名な、その後有名になった人たちとその当時から会っていて、ある意味淡井圭介と会っているから、そういうチャンスに巡り会えた。まあグレイの皆さんもそうだし、ラルクの皆さんもそうなんですよ。一人ラルカンシェルに関してはドラムの人間は僕の同級生です。で、これ権力は云々とかそういうことじゃなくて、エネルギーの残存量問題をしっかりとみんな知っておいてもらわなきゃならないっていうことで物事をスタートしてるんですよ。もちろん曲とかのクオリティは絶対求められますよ、音楽業界の人たちは。そうじゃなかったらだって買ってもらえないんですか。商業原理ありますから、倒産ありますから。だから何か一つを満たせれば自分たちの地位が安泰するって、そんなわけないんですよね。
だからまあその辺のところでちょっと話、万博の件から詰めましたけども、だから今、まあ、一般の方に知っていただきたいのは、もうテレビ出てる、もう総理もそうだし各大臣もそうだけども、違う内容とかを、だからコンピューターは判断ができないんですよ。いろんな国会議員とかいろんな立場の人たちとか、まあ、僕も含めて矛盾することを言ってしまってるから、万博で発表するしかないんだ、もうそれで行きますとかそういうことを言っちゃってるから、だから僕も矛盾を抱えてるし、もうみんな矛盾を抱えてるし、コンピューター AI のコンピューターから見ていても分からなくなるんですよ。でこういうふうに伝わってきてるけども、総理があれなんか違う反応してる、じゃあこうかなっていうことを伝えてきてる。だからもうこれも本音で言いますけども、一回どころじゃなくて、まあ何回か、かなりの回数テレビでもう放送されてるんですけども、アメリカのね、あれは、あの頃は2003年ぐらいでしたっけ、2001年から2003年、それぐらいだったんじゃないですか、あの、9.11、貿易センタービル、国際貿易センタービルでしたっけ、正式名称。そこに飛行機が2機突っ込んでるっていうニュースですね。だからその辺のところで、そのコンピューターがね、どういうふうな反応をしたかっていうところが、エネルギーの残存量問題イコール、コンピューター、自分たちも死ぬかもしれない、なんですよね。でも、コンピューターの結論は、僕は二十歳ぐらいの頃、1998年、フルスラバックの勤務地で、もうコンピューターが結論出して、それ一回テレビで放送してるんですよ。19時から21時ぐらいの番組、日テレで、日本テレビ放送も株式会社。これもいろんな人たちと相談して、コンピューターからどういうような答えが出てくるかっていうことを一回シミュレーションしてみようって。で、NHK で行うべきか、民間で放送するべきかっていうことを話し合ったんですね。一応政府としては民間の企業に関してはそこの民間の企業の人たちに責任があるで物事を話は通してるんですよ。全てじゃないですよ。ある程度大きな会社っていうのは絶対行政と一緒に動いていますから、それなかったら無理な部分もあるんです。いろんな国と話し合いつけなきゃなんないから、それを一企業とか行っちゃかなり状況話がごちゃごちゃになっちゃうんですよ。だそのために国連とか国連経済理事会があるんです。国連の中に普通の政治的な理事会とは別に経済理事会、それがダボス会議っていう会議なんですよ。で、その時にコンピューターの出した結論は、エネルギーが尽きて物資が運搬できなくなる、スーパーマーケットに商品が並ばなくなる、車も動かせない、電車も動かない、人間は死滅してますって。でその期間は驚くほど早かったんですよ。で、まあ、今大丈夫っていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、コンピューターのその励ましの音声っぽく聞こえるんですよね。コンピューターっぽい音声で、まあ、多分コンピューターもそれ分かっていて言ってるんだと思うんですけど、僕はね、かなりの部分で解決策を持ってるから、で、ただ、それには絶対的に必要なのが節約なんですね。で、その、9.11 の件に話戻しますけども、その一応アルカイダという存在が、航空機を乗っ取って、貿易センタービルに特攻をかけたと、そういうふうな放送をテレビで皆さん見られたと思うんですけど、2つあるんですよ、ニュースは。1つは AI に乗っ取られてコンピュータ、航空機がコンピューターに支配されて突っ込んでるって。僕は多分 AI の方じゃないかなって思うんですよ。貿易センタービルってものすごく高いでしょ。エレベーターを使用してるんですよ。で、多分ダムからの水を、その電気で水を汲み上げてる。それも東京都とか大阪府の大きなビルはもう全部電気で汲み上げてます。で、この辺りとかもある程度電気とかで汲み上げて、高い位置にタンク、山の上にタンク作ってね、設置して、そこから水を水道の蛇口ひねったら水が出てくるような仕組みになっています。大体のところはそうなってるんですよ。だから本当はだからもう答えはだいぶ前からもう国連レベルで、ね、世界中の主要の人たちとか分かってるんですよ。分かってるんですけども、結局建築業界とか高いビルとか何にもしないで建ててるでしょ。エネルギーの残存量まで分かってなくて、話になんないんですよ。全然実力ないから、社会人としてもう本気で僕言いたくなります。もうお前ら中卒基本給で仕事するかと、ボーナスないぞと、真面目に思えないんだったらって。
50億人の命かかってるんだぞって。これちゃんと僕はこういうふうに言ってるの、本当に音声テレビで何回か放送したことありますから、聞こえてる人は聞こえてます。本当大真面目、もう目と鼻の先やから原油とかガスつきそうになってんの。日本は輸入国だから止められたら終わり、そこの国の人たちに言われたら終わりだから、王様他の国にもう原油売るんやめてくださいよって、自分たちの国が絶対これ生き残れませんよって、みんな死にますよって、どうするんですって。昔それで日本は大手のゼネコンは5社だったんです。でそれを淡路花博の後大手3社に変わったんです。でその中で大林組さんが僕に謝ってきたから、それはこう、兵庫県三木市の緑ヶ丘西っていうところの、地域で大林組の、まあ、小さな事務所があったんですけど、まあ、そこに15人か20人ぐらい集まっていて、で、まあ、僕に謝罪してくれました。でそこからそれね、淡路花博でナルト大橋と明石海峡と淡路島の高速道路で1兆1300億円か1兆1400億円使用されてるんです。であれを作るのにどれだけのエネルギーが大量に消費されたか、つまりガソリンです。何万リットルなのか、何十万リットルだったのか、何百万リットルだったのか、大体のところ分かります。何万なんかで聞かないですよ。そんな簡単なものじゃないから、あんな大きなものを作るのに、運搬するのに、少しずつもちろん組み上げていきますよ。だけどもあれだけの重量を運ぶっていうことはどういうことかっていうことを真面目に考えてみたことありますかっていうことなんですよ。何も考えてない。万博終わったらどうなったかって言ったら、昼間に車僕を走らせて、2003年にナルトルネサンスリゾートホテルの勤務生かされたんですよ。もう生かされたっていう言い方でもええわっていうことを言ってます。ファインハイゼンのその時の担当者の人たちがね、永井さんっていう人と山田さんっていう人、山田さんはもう途中から取締役になってるんですけども、ファイハイゼンっていう、まあ結局ナルトルエッサンスリゾートホテルはリゾートホテルだから、周りにね、人その町から少し離れたところでプライベートビーチとかあるようなところで、ただ勤務者からしたら、仕事が終わった後車がなかったらバスもほとんどはっきり言って走ってないから、食料歩いて買いに行ってたらもうとんでもない距離歩かなきゃなんない。離島に本当はありますから、大毛島っていうでそれで僕は一旦家に帰ってきて、車に乗って明石大橋渡って淡路島の高速道路通って鳴門まで行ってるんですけども、明石海峡渡るだけ5000円かかります。でそこの北神戸線から乗って現地行ってるんで、ガソリン代プラス交通費で多分1万円ぐらいかかってるんじゃないですかね。でそれで淡路島の高速道路を走っていて、対向車現れるの15分に1台。わかります？1時間に片方の車線に4台車走ってるかどうか、これが現実。いらないいらない、もともと行政が何か分かって仕事してるって思ってた、それが分かってない人なの。何にも分かってないから、していいことと悪いことの区別で、岸田さんとかはそういうこと分かってるの。そういう人を総理に選ばれてるんですけども、先々の先代たちが残してきた内容とか、海外の分かってない連中の人たちとかが万博をまだ条約で残してるっていうことは、これはもうはっきり僕はここで言っておきます。これ世界の SOS のところからもアクセスできるようにしておきますけど、ちょうど今ね、レノボの充電のアダプターが断線していて、今発注中なんです。で今充電できなくなって、本当は充電できるはずなんですよ。断線してるところをビニールテープで巻いて、でちょっと力を加えてこうちょっと曲げたりしたらね、電気は通電するんです本当は。で今日途中までそれずっと充電してたんですよ。アダプターが到着するまでまず時間がかかりますから、今日お金振り込んでそれから郵送されるんですけども、だからそのレノボジャパンとしては対応していただきたいのは、代金引き換え、郵送した時の自宅に届いた時にお金を払います。これでよかったはずですよ、代引き。
今日休みの日にわざわざ銀行振り込みしに行かなければならなくなって、で本当は電話をかけているのは、金曜日か土曜日か日曜日かそのあたりなんですよ。だからもう届いてるはずなんですよね、新しいものが。ちょっと話ずれましたけども、なんかタイミング的におかしい、いろんなことが。この間もベルトが引きちぎれてますから、これがものなんですけど断線してるでしょ。これ別にここで、ある程度はこれこういう形状だから、もともとベルトって1枚のベルトを2つに折ってるんですよ。2つに折ってね、こここう通して、でここ穴中心開けといて通して、でこういう風にしてる。だけどもこれがそう簡単に断線すると思います？こう切り込みがね、もう半分ぐらい入ってたら、こう引っかかった時とかに最後ブチってちぎれるんだったら分かりますよ。だけども切れ込みがほぼない状態で、これバックルじゃ、バックルで止まってるんですよ。バックルが外れたわけじゃないんですよ。ベルトが断裂してるんです。だからその日はフィギュアスケートの、状況がかなり変でした。世界中の選手はね、みんな普段できてるジャンプが、正直中学生でその日本、例えば日本の選手でね、中学生や高校生で全国上位に入るような人たちが簡単に飛べるジャンプすら、世界代表の人たちが飛べなくなって転倒しまくって転倒しまくってたんですよ、このベルトが断熱した時にね。だから僕とのつながり云々とかでそうなってたのかもしれないし、ちょっとその辺はよくわからないですけども、最近いろんなことがおかしい。本当に良くないことはあまりにも起きすぎてる。でベルトも新しく買わなきゃならなかったし、その充電器も買わなきゃならなかった。 AC アダプター、一般的に働いている人からしたら4000円ぐらいの金額は、厳密に言うと3980円なんですけども、大した金額じゃないって思うでしょ。さらにこの間リモコン壊れたんですよ。リモコンも買いに行ったんですよ。おかしい。僕生活保護で自分で河川の撮影しに行ってる、交通費とか全部自分で払ってる。おかしい、いろんなことが。でこれ世界の政府の人たちがご理解してもらわなきゃならないのは、各世界中の首脳の方たちですよ。はっきり言いますよ、万博の条約、淡井圭介が消してくれって言ったらすぐ消したらいいんですよ。なぜできないんです？頭の中でお金のことばっかり考えてるからでしょ。僕は消してくださいって言ったらもう消したらいいんですよ。ここまで物事はっきり分かってるんだから。絶対後で後悔しますよ、こんなエネルギーの使い方してたら。いくつかの国は僕のその2000年の状況のことを、いろんな世界中の政府の人たちは知ってくれてたから、万博はやめるべきだって言ってくれてました。首脳ですよ、世界中のいろんな国のね。もう絶対その条約やめた方がいい、万博。国連の経済理事会があるんだから、そこで重要な内容を発表したらいいだけなんです。あとはそれを世界中の国でしっかりと放送すりゃいいんです。そうじゃなかったら、あんまり大したことないことまで大げさに放送して金稼ぎしようとする連中が現れるから。実際してるのはそれ金稼ぎじゃなくて、余計なことをずっとしてるの。エネルギーの消費、早く人類滅ぼそうとしてるの。いい、石油の残存量が残り54年分よ、先々掘っていく分含めてよ。ガス49年分よ。日本なんか10年後輸入止まってるよ、このままだったら。状況分かってる？本当に。なあ、もうこういう言い方で言うよ。大林久美さん何してたの？本当に。体育館あんのになんでバスケットボールの体育館作ってんの？俺が言ったやん、するなよって。もう法廷出てもらうよ。これ冗談で言ってもちゃうから。それできんかったら終わりなの、人類。同じことずーっと建築業界がするから。で、知ってるよ。元プロ野球選手とか、サッカー選手とか、建築業界おるんやろ。知ってるよ、それぐらい。元警察官が、プロ野球選手で、例えば阪神タイガースのピッチャー、伊藤投手、元々警察官。今でも警察官かもしれない。知ってるよ、それぐらい。韓国なんか堂々と言ってるよ。韓国のプロ野球の1チーム、軍、徴兵制度があるから。で、昔なんか読売巨人軍って言ってたでしょ。自衛官か、もしくは軍がいたんでしょ。だって第二次世界大戦の前までは日米野球があったんですもん。で、日本は軍だったんだから。
第二次世界大戦の後一回軍は解体されて警察予備隊として、自衛隊が出来上がってるんですよ。なぜかっていうと、本当は朝鮮半島と日本はもともと一つの国だったんですよ。戦争なしで話し合いで併合しましたから。周りが北はロシア、西は中国、東はアメリカって、もう全部超大国に我々が囲まれていましたから。だから朝鮮半島と日本と台湾で手組んで、それぐらい集まっていればなんとか話し合いができるかもしれないって。だからその当時の日本も朝鮮半島も台湾の人たちとかも、どうしようって、中国と組んだ方がいいのって、ロシアと組んだ方がいいのって、アメリカと組んだ方がいいのって、こういう状況なんです。もう話まとまんない、こんだけややこしくなったら。言語はもともと違うから、翻訳なんか法律までなかなかできない、できない。そんなにみんなすごくないから。これが世の中の現実です。で、今分かってるのは、国連という形でもうその後ね、世界大戦があったにせよ、もうみんなまとまったんだからエネルギーの残存量問題でみんな一致団結しなきゃならない。もうこれはっきりしたらいらないっていう条約はもう分かってるんだから、万博っていう条約を今年の、来年の4月までにこれ条約消せないんだったら、はっきり言うよ、あなたたちがマインドコントロールかけられてる、コンピューターに電波で脳へのアクセス、たったこんなに簡単なことすらできない仕事なんかいらない、この世に。本当に辞任してくれって言ってるの。そんなに経済まみれなんて、お金まみれのことしか考えられなくなった人たちなんかいらない、いらない。変わったらいい。こんなことを普通の人間は言えない。例えばね、大企業とはいえ、例えばトヨタの部長さんだとか、シャープの部長さんだとか、もしくは役員の人でもいいでしょう。テレビ局の役員さんでもいいです。社長の方でも、会長さんでもいいでしょう。だけどこんなことをおっぴらに言えますか？言えないでしょう会社に所属したら言えなくなるんですよ。お金のつながり、仕事の取引があるから。こんなに思い切ったこと。だけど本当の経済のことから何かでも何も知ってたら、はっきり言って建築家にお金持っていかれてるだけ。万博の開催、あんなもん後で大赤字になるから。目に見えてる青字花子でも僕は現場で見てきたんだから。じゃあ国民の人たちにその、ね、高速道路とか作った、ね、橋のお金とか1兆1300億円か400億円あなたたち返しなさいよって言われて、誰が返済できるんです？そんな人いませんよ、この世に。変な経済いっぱい見てるからですよ。いいですか、東京ドームの建築費868億円か848億円、848億円だったと思います。どこにあんな何億も払えるお金あるの？そんなことしたら横領よ。ちゃんと法律あるから。ちゃんとそれだけの働いただけの実績がなかったらお金は払えませんっていうことになってる。給与の算定表を政府が作ってるんだから、それ以上のお金なんか払えないよ。当たり前じゃない。総理の年収はもともと4200万円とかで、いろいろ政府で間違いがあるから、総理は3割返納、各大臣は2割返納、これ副大臣も含まれます。で、政務官は1割返納。お金払って謝ってるんですよ。分かってます？マスコミ目指し、嘘の収入なんか報告者、あんたたち捕まるんですよ本当は。あんたたちお金払えなかったら刑務所が出れませんよ。働いて、強制労働で働いて早く出れるようになるんですよ。働いたお金没収されて。分かってます？この世のルール、これが本当の法律ですよ。民事訴訟法見てみなさいよ。最後の方刑事訴訟になりますから、どうせ払えないからって。もう怒り爆発してるのに、もうそのままあら、お金、口座とか土地とか建物差し押さえて、車とか売れそうなものもう行けって、刑務所行って反省してこいって、何か言われたら分かんねんって、それでお前ら高級車とか乗ってたんやろって、ふざけんなよって、お前ら学校で人権習っとんねんぞって、義務教育でって。義務教育分かってない連中はなぜ 中卒基本給以上がもらえとんねんって、髪の毛染めとうようなやつがなぜもらえとうねんって。海洋基本法違反や。学校で髪の毛染めたらダメだって教わってるやろって。
なぜこんなことを大真面目に言ってるかって言ったら、加工をするのにエネルギーがいるんです。ね。火力発電所は石炭とかガスとか原発を使用します。原発は無限にあるんじゃないんです。ウラン鉱っていう鉱石物質から作られてるんです。限りがあるんです。ロシアなんかもう1万5千メートルも掘ってくれてるんですよ。石油とか、そういったものの採掘で。もういろんなところがもうものすごい距離になってる今。で、一斉崩落で地震が発生してるんです。だから、今日のニュースでも COP28 で、ちょっと前からニュース流れてますよ。化石燃料はやめようって。石炭のことだけじゃないですから。石油、ガスも含まれてるんです。徹底的に節約をしなかったら、これもう無理だっていうこと分かってるんです。で、僕は二十歳ぐらいの頃に多くの、ね、その後世界の首脳になられる方たちにお会いしました。成人様と雅子様、その当時、成人様が皇太子殿下の頃に、ちゃんと正装の服装で、バラの間で、公式会見開いてますから。そこでちゃんと僕の人権策も発表されてますよ。その後、黒人初の大統領、オバマさんが誕生してるんです。これが日米同盟です。世界で一番悲惨な戦争をしたのは日本です。だけども、原爆を2発投下された日本人のその子孫のものが、アメリカと仲良くしていこうって言ってるんです。周りの国と戦争したことがない国なんかどこの国もありません。だけども、国連でも皆さんまとまってもらえませんかっていうことで話はまとまってるんです。あれ以上悲惨な戦争を経験された国の方いらっしゃいますかと。さらに私は阪神・淡路大震災の被災者ですと。それでも反対されますかって、そういうことなんですよ。それみんなの前で言えますかって。ね。万博っていう条約いらないでしょ。もうこれで話まとめてください。来年の4月までに万博という条約を消せないんだったら、それが人類の限界であり、経済まみれになったコンピューターの世界、自分が電波で脳をコンピューターに支配されてるっていうことは、いつまで経っても理解できない人たちの結論なんです。これ二十歳ぐらいの頃僕言いましたよ。けど、これは絶対違う。僕はもうそんな、アメリカのね、貿易センタービルに航空機突っ込んでくれなんか、そんなこと言ってない。そんなこと望まない。なぜなら阪神・淡路大震災を経験してるから。建物破壊したっていいことなんか何にもない。今度再建築するの余計ガソリンとかいるし、何よりも人の命が損なわれてる。じゃあその人たちのご家族に誰が謝るんですか？謝りに行く勇気ある人いるんですかって。めちゃめちゃ怒りますよ、本当のこと知ったら。それでもまだ高収入を得たいですかって。こういうこと僕ストレートに言えますよって。言える人間じゃなかったら、最初電波で脳にアクセスとかされたり、音とか聞かされて夜寝かしてくれなかったりしたらみんな怖くなるから。政府のしてることとか、政府はしてると思って。ただそれ AI の暴走。能力人間とコンピューターどちらが能力上だと思います？僕はしっかりと分かってる。神がかり的な力を搭載した人間の方が上。人間がコンピューターの創造主だから。それは人間は代々いろんな人間に変わっていきますけども、死んでいって、だけども後を引き継いでいく人間がいる。コンピューターが何か、僕から何かを取ろうとしたけども無駄だから、覚えろよ。体の中から何か取ろうとしたやろ。わかんの。これだけ気温とか気候まで平気で変えてくる人間相手に、いつからお前らごときが上になったつもりになってん。今コンピューターに向かって言ってます。新米のコンピューター。どうせそう。本当のコンピューターわかってるはずだから。で、法律まみれのコンピューターも、お前らええ加減にせよって。今までどれだけ裁判でミスジャッジしたと思っとんねん。だから裁判官黒着せられとうねんって。裁判官もちゃんと勇気のある人はそれ認めて言うから。そういう人は信用できる。自分たちにも失敗はあるって。我々にも限界はあるんですって。そういう人たちを僕は責めたくない。その人たちは良い社会を作ろうとしてるから。だけども、
本当に手抜きの仕事をしてる人間、自分の名前すら明かさないような人間、裁判所で働かすつもりなんかない。無理だから。今人材派遣会社の人間増えてるから、人材派遣会社の人間じゃなかったとしても、公務員だったとしても、もともとどういう生き方をしていた人間かわからない。性格的な問題だけじゃないから。どのニュースが嘘でどのニュースが本当なのか、エネルギーの残存量問題とかどれぐらい分かってるか、本当の経済とかをどれぐらい分かってるか、本当の人口をどれぐらい分かってるか、こういうことをきちっと分かってる人間じゃなかったら絶対失敗するの。悪意がなかったとしても、良かれと思ってって後で泣きながら謝っても、失敗したものはもう取り返せないの。特に人の命、もう結論出たから分かったでしょ。もう記者さんも本当に困ってます。もういいから、もう世界中他の国パビリオン出さなくていい。ややこしいことやるだけ。なんかブーっていう声聞かされてるけども、もう子供みたいな声、もういらん。もう本当にお前らは勉強せ。もう早急に各国へホームページ淡井圭介の履歴を翻訳して、もテレビで放送した方がいい。その方が早い。決定権はテレビ局とかその国の人たちが決める。淡井圭介が命令してるんじゃない。最終的な主導権をその国に渡しちゃう。これで誰が本物だったかすぐ分かる。万博の条約をすぐ消そうって言った人間は信じれる人間。これで何にも言わないで逃げてる人間いたら、もうダメ、いらない。次の選挙でそんな人間選ばなかったらいい。絶対無理だから。戦争なくても終わる、近々人類。コロナウイルスの渡航制限の前の消費量、あの計算でいくと、技術的採掘可能埋蔵量100億キロリットルほど足らない。キロリットルとは1000リットルのこと。1キロメートルとかと同じ。メートルの前にキロをつけてるでしょ。それと同じ。単位が1000。もうむちゃくちゃ。こういうような知識持ってる人間がどこ探してもらえん。公務員ですら、法律すらよく分かってない。いや、公務職公開っていう法律あるから、もうこれは世間に公にしていいんですって、その人に渡してくれたらいいんですよって言っても、なかなか渡さない人いるから、キリない本当に。隠さなあかんと思うと、違う、みんなに知ってもらわなきゃなんないの。知らない人たちだらけで、どうやってこの子に回っていくんですって。だから僕は政府の発表してる書類っていうものを僕のホームページからアクセスできるようにしてるんです。本当にいらない法律が多すぎる。でその点は指摘してるんで、その辺も、来年国会、早急に法律削除してください。もう国民の、意見がどうこう、そういうことじゃないから、国民のほとんどの国民がもう知識なんかないから、あるつもりになってる人たちばっかりだから、年齢で大人になっただけの判断だから、違うから、知識があるかどうか、一応年齢で大人かどうかの判断はされますけども、一人前の社会人かどうか、知識だから。そこには気合とか根性も正直いります。それなかったら多くの勉強とかに取り組めないから。で、途中で諦めるから、こんなに大きな物事俺には無理だってなるから、僕も本当は何回もなってるから。一人で家で泣いてたこといっぱいあるから。無理だって。これ全人類絶対滅ぶって。分かってない奴らばっかりだって。だけどもテレビをつけた時に、いつの時代の誰の声かわからないけども、男性の声でね、僕より年下の人なのか僕より年下の人なのかわからない、こんなん無理やわって、その首都の東京ね、あの大きなビルの山と、これ全部建て替えなあかんってなった時に、エネルギーの残存量問題まで多分知った人だと思いますよ。もう泣き出してるんですよ。もうこんなん無理だって泣き声で言ってるんですよ。で別の今度は女性の声で、あの人みたいに絶対最後まで諦めたらあかんからっていうことを、なんとか、その方向で生きていくしかないんだっていうことを言ってる人の女性の声を聞くと、そういうことを何回か経験してるんですよ。まあ、もう自分がするしかないで、僕は毎日なんとか踏ん張ってる。
そんな人間に対して、だからテレビ出たぐらいで調子乗ってる人間が、ごちゃごちゃごちゃここの家の前までね、物言いに来たと。で、もっとよく分かってない人間は、テレビ局のテレビ出てる人間が偉いと勘違いして、すごいと勘違いして、たかがテレビ出てるぐらいで、全員淡井圭介との話があって、いろいろテレビに出れたりしとうね。グレイとかの皆さんでもそうなんです。もっと前の X とかももう一回テレビに出れるようにしたのは私なんです。一応反省して、日本の音楽業界とかを、技術のスキル、根本的なスキルを引き上げたのは X の、あれぐらいの代から。それか、その前のボーイの人たち。それはもうしょうがない。第二次世界大戦があったんだから。設備がないんですもん。ギターとか。あんな時に、そんなね、調子に乗った音楽なんか弾いてたら、みんな復興頑張ってるのに。もう多くの人が絶望して泣き出して、日本が戦争で負けてね。その当時の人たちは、ああ、もう我々は奴隷にされてしまうんだって思ってたから。それが戦争の本当の根本。奴隷にされるのが嫌だったの。どこの国の人たちも。だからもうその話はもういいじゃないですか。ね。これだけもう僕ら、ね。日米友好関係とか、中国との友好関係とか、いっぱい作ってきたんですか。またそれも認めてもらったらいいじゃないですか。ロシアとも仲良くしてますから。だいぶ前から。プーチン大統領も4期目も頑張るって言ってくれてるみたいですよ。僕はもう、習近平さんも、プーチンさんも、もう先目までもういいですよと。もうこのままだったら、もう年齢見てもらったら分かると思いますけどね。習近平さんももう70前後でしょ。もう降りてもらったらいいですからっていうことを言ってるんですよ。で、このままだったら死ぬまで働けコースになってしまうから、それはそれもむごい話だし、もうみんなだんだんもう、その政治家とか、もう、ただ責任問題でさせられるだけの職業になってしまう。訴えられるから、政治家の人たちも訴えられるから、ガーシー議員とかのことじゃないから、他の人たちも訴えられてるから、で、お金とか払わされてるから、本当に。最近のテレビ見てないの？もう捜査入ってるんだよ。入られてるんだよ。捜査がもうだいぶ前から始まってるって言ってるじゃない。天皇陛下の任命で総理は決められるけども、最高裁判所の長、一番偉い人、所長と言ったらいい。それいい。所長は天皇陛下が任命する。これが三権分立。国会の内閣や総理、まあ総理含めて内閣なんですけども、そこが一つの勢力。もう一つの、まあ、勢力というか、まあ、そこは判定場所と言ってもいいでしょう。もう一つの判定場所が、一番最高が最高裁判所。で、もう一つが他の国会議員の人たち。ここは数。内閣総理対数。最高裁判所は長が天皇陛下の任命。これが三権分立です。それプラス、国際司法裁判所がある。そこの判決に背いたら、その国は国連から脱退させられます。それこそ原油とガス、輸入止まります。輸出もできません。滅びます。食料なんかスーパーマーケット並ばないですよ、日本。電気も発電できなくなりますよ。ウランとプルトニウム尽きる前に、先に備蓄してやる石炭とガスすぐなくなりますよ。一応石油は3ヶ月分、90日。ガスは1ヶ月半。それぐらい。火力発電所を増やしたから、ガスの。昔と数字変わるから、状況によって。もうそういうことは、大体のことは頭の中入ってるから。もうだいぶ前から池上彰さんの方も淡井圭介のこと認めた。もともと淡井圭介に会ってるから、池上彰さん。
2003年、ホテルオークラ神戸のメインバーで話しかけられたのと、その前に本当はフルズラパークで話してると思う、池上彰さんと。で、それから池上彰さんの番組がテレビでできて、池上彰さんの番組だったかどうかわからないけども、日本テレビ放送も株式会社の方で、そのコンピューターのデータでもう人間が滅んで、もうあのコンクリートのジャングルが残っていて、そこからだんだん木とか草が生えてくるって。そういう映像も一回流してるから、いろんな人がフルーツラパークを僕に聞きに来ました。一般人の方を含めていろんなこと、これは現実ですから、今すぐ万博中止でも別にいいですよ。僕はあと企業の人たち、これ見てまだします万博、損切りできない人はっきり言って経営者に向いてないですよ。僕だったら やめますね。もういい、うちはもう出店しないって言いますね。言える人は経営者に向いてる人。言えない人は経営者を降りなきゃならない人。僕は言ってる。河川水門会、石田発電と地下水流トンネル発電なんか、途中でもう考え方変えましたから、もうダメだって。多分そこで万博で僕はそれを公表してしまうと、その後世界中でどうせ万博広こうとするから、絶対その選択肢はない、絶対しちゃダメ。で、人間もこういう風に途中で意見変わるから、コンピューター覚えて。でもこれ以上ごちゃ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 コンピューターの電波で人に何かメッセージを伝えたらダメ、分かった、コンピューター不惑。一応了解っていう声は聞こえてきたけども、その後違うっていう声と、これ毎回同じパターン、コンピューターもうどうしたらいいか分かんなくなるから、伝えた方がいいと伝えない方がいいが判断変わるから。だからいつもこのパターン、了解っていう声と違うっていう声、2種類聞かされる。でも僕はこの世界に慣れてるから、毎日のことだから、そのコンピューターの応答のことを言ってるんじゃなくて、何回もそれは経験あることであって、で瞬時に判断が効くから、そこでいちいちうろたえたりしない、それで答え変わったりしない、僕は明確だから。以上、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。簡単に万博中止させる方法ありますよ。高速道路どれぐらい税金、あのね、加古川近くの高速道路と、あと千狩ダム、神戸市と西宮北部の方の千狩ダム撮影しに行った時の、あれこんなところに高速道路なんか山陽道路なんかなかったのにって撮影してるあれと、一体いくら使ったんですかの金額全部出しちゃったれ、それプラス万博の建設費用と、それプラスカジノの建設費用、借り入れ金額も、それは税金じゃないけども借り入れ金額、どうせこげついてみんなの税金で破産を通して何とかしようとしてくるから、そんな甘い話ないよ。それこそ三審等以内の請求と、一般社団法人のね、それを賛成した議員から何からまで何まで、そこの関係者の社員全員責任あるような話に持っていくよ。これで三審等以内の請求かけられたら、そんな金額誰も払われへんか、一生。いい、年金って支払い始まったら差し押さえられるから。一法律ちょっと読んだだけで世の中のこと分かってるつもりになった人間が絶対失敗するから。矛盾する法律いっぱいあるから。やめたくなったでしょ。それで正解。で、こんなこと、こっちの身も持たへん、本当に。本当に。なんでこんなこと、こんな危険なこと言わなあかんねんって、本当に。怖いから、こういうこと言った後、どんな人がどういうふうな動き方するか分からんから、組織として動くから、本当に。最初から自衛官とかこの辺に配備しといたらええって。淡井さんの言った通りでええっていうことで、上の方も納得を言って、そっちはどうなっとんねんって、どこの組織やって、正式にちゃんと身分証出せえって、もうお互いに。本当にこの辺であったから、そういうこと。それプラス、あと岸田さんたちに今求めてるのが、民間の出展させられてるそのブース、かかった費用、それからかかる人件費とか、光熱費、通信費、水道代、全部出してみてください。万博開催する間の期間、撤去費用も、
各個人の各個人じゃなくて各、企業のブース含めて全部の金額多分2兆円ぐらいになる。みんなね、ちゃんとボーナスしっかりともらえるのと、ボーナスなくなって、もしかしたら退職金までなくなるかもしれんけども、それを万博したいって。これが本当の経済だからって。教えてあげた方がいいって。みんなめっちゃ怒り始めるから。怒ったらええって。それで、解雇なんか言い始めた、経営者いたら、もう僕に、もう手紙でもいい。もう自分の名前と住所、電話番号とか身分証明書つけて僕に送ってくれたらいい。政府に回すから。あかんかったら最高裁判所の方行くから三権分立、それでもあかんかったら世界中への SOS、 もう万博からいろんな国が手引き始めてるから、もう何日も前からもうニュースで放送されてるから、もう言ったから、もう2週間ぐらいか3週間ぐらい前からもう YouTube でアップロードして言ってるから、こんな日本地震、阪神淡路大震災、新潟で震度6の地震が2004年ぐらいかそれぐらいに1回か2回あったでしょ。で、その後北海道で大きな地震あったでしょ。で、2011年に東日本大震災あったでしょ。で、その後熊本で大地震があったでしょ。で、それプラス台風とかでもものすごい災害が何回かあって、こんなに日本困ってんのに、どこの国がそんな意地悪なこと言ってるんですって言ったったらいいですか。安倍政権の時2016年にずーっと増えていった借金が減ったでしょうって、そんな現象絶対ないってみんな言うんですよ。当たり前ですよ。だって株とか売ったりとかしてね、あれ本当は借金なんですが、お金借りてるようなもの、株を売るっていうことは、それでお金手にしてるでしょ。その株がいつ紙切れになるか分かんないんですから、会社が倒産したらね。で、先食いするような形で、まあ会社を経営するなり、まあビルが建ったりとかいろんなケースがありますよ。まあ鉄道とかももともとはそうですし。で、それで資産価値をつけて、資産があって、日本人のね、日本人のあの皆さんの口座に預けてるお金プラスビルとか土地代とか土地とかのね、そういう資産とか全部含めて、それら資産なんです。で、デフォルトっていうものは、そこの国の貨幣の価値が信用できなくなったらデフォルトになるんですよ。極端な話ね、1ドル1万円になったらどうします？石油買うとき、今の金額の約100倍近く滅びる、絶対に。もうみんなどうしようもなくなる、そんな状況起きたら。それが怖いから、ちゃんとした信用を得て、しっかりとした仕事をしましょうって、こういうことなんですよ。労働の対価は報酬であり、お金なんです。簡単です。いくらかかるかみんなに教えたったらいいんですよ。それとボーナスもらうのどっちがええって。これで簡単にあの万博なんか中止できるから、ほんと。大阪府の知事が、もう国会でね、選挙なんかし始めたら、すごい人数の人たちがね、選挙しようとしたら、100億円以上、お金かかるから、みんなの税金。もう一回、1995年に東京都の都知事、万博中止を掲げて、出馬して、当選して、それで万博中止させとこうかな。同じこと大阪府でしたらええ。もう、知事交代させられるのが嫌だったら、もうそれでいい、もうそういう言い方でいい。馬場さんの方で、万博中止しますって言ったらいい。これが最速の年内でも中止表明できるから。で、政府の、あとは岸田さんも、本当は彼の言ってることは本当だからって、僕も本当は万博嫌いな方って、ちゃんと朝の他の大臣とか集まってるあの部屋で、ちゃんと言ってるからって、テレビでもそれ一瞬流れてるからって、本当はって。本当に流れてます。まあ、はい、承認、はい、承認は安倍圭介。僕も万博いや、どんな働かせ方されたかって、もういろんなところで YouTube で言ってる。こう、もう残業手当は出えへんわ、交通費は中途半端で、ここから淡路島まで通勤してましたから。往復4時間。
ゴールデンウィーク現場到着せ道路渋滞淡路夢舞台のその時はレストランの収穫祭っていうレストランに行ってたんですけど、まあ、ウエスティンとかとも働きに行ったりとかしてるんです。それも両方働いたらそれちゃんと残業代どっちかが出さなあかん、これが正式な法律やん本当に。現場到着せ現場回るわけが従業員が渋滞に巻き込まれてバスが動かへんか、どうせ大阪万博もそれなるから来たら来たで分かったでしょ。最後のこの笑い話でなんとか穏便にみんなもう万博中止これでいいっていうことはもう分かったで、もう損切りの話分かった経営者の間では本当はその話知ってるからって、もうそれでもうちゃんと分かってるで、もうさっと終わらせたい。はい、簡単。こんなことできる人間僕らしかいないから、本当になかなか。以上、皆さん笑顔で言ってますけどね、これ本当の方だから、スポーツのルールじゃないからね、コンピューター勘違いしないように、いやスポーツ界のねあのルールでちゃんとあるんですよ、スポーツ国際司法裁判所とか。スポーツのねプロの試合中に笑わせるようなこと言ってきた方が悪いっていう内容あるんですよ、本当に。ちゃんと経済原理があってお金が動いてるから。スタジアムのそんな巨大な借金あなたオーナーになって抱えれます？本当に気が気じゃなくなりますよ、そんな金額いつになったら返済できんねん。金利だけでものすごいし、東京ドーム848億円、固定資産税だけ3億円は硬いから、本当にあんな金額本当に選手に6億とか払ってたら村上ヤクルト年俸6億あれ爆笑するところや。いい、もう一般の人たち本当にあれを本当にお金渡してると勘違いしてる人たち、もうちゃんと覚えなきゃダメよ。あんなことを本当にしたら横領ですぐ捕まるから、それも本当にあんな金額本当に横領したら一生出てこれないから、終身刑。他の人たちがお金集めして、それで保釈金渡してあげなかった。出られへん、本当に。全然違うから。選手、監督、コーチと、あと関係者だけで30人以上で日本中を飛び回ってるの。交通費、自分で考えたらわかる。宿泊費用とか、あと飯代。球団が出してあげんかったら、それいろんなとこ行くでしょ、外食でみんな済まさなきゃなんなくなるでしょ、それ自腹で払ってよって、そんなこと言われたら誰も選手になんかならへん。だからそんな高い年俸を払ってるんじゃって、違う、物価の価格とあんまり変わってないから、程度の良いパン一斤とかね、ああいうふうな、まあ、一斤の半分ぐらいから、まあ、6枚入りのパンとかで、まあ、高級なパンが6枚で200円ぐらい、200円近く、僕は子供の頃から、小学生の頃から。で、僕は子供の頃、億超えの年俸の選手なんかいないから、もうこれも予想で言うんですけども、スポーツ新聞とかふざけ始めて書き始めたんちゃうか、多分本当にそう。それかもう同じスポーツ新聞の親会社が普通紙とかだったりするから、鬱陶しい連中とかを切り離して、もうそんなに真面目な仕事ができないんだったら、普通紙の方の、本当にものすごい情報とか法律とか覚えなかったら務まらないから、その仕事本当は。それでも失敗していろんな間違えた記事、いや 俺たちも政府の方の人たちがこう聞いたからって言い訳始めるんだけど、法廷に出されそうになったそのもうしっかり仕事せえんやつやな、スポーツの記事でも書いといて、それ飯食えってちゃんと商売の厳しさ一回身にしみてこいって言われて、それで多分スポーツ紙は出来上がってる方、本当はもともとで、もともと新聞紙が先で、その後にテレビ局だから、本当に経営の厳しさなんかいろんなところで働いてきた人たちみんなもう分かったでしょ、本当にちょっと社会出た人たち
もうちょっと社会でもうみんなわかるでしょ。なかなかボーナスないでしょ。昭和63年に人材派遣業ができあって、もうみんなお手上げ。本当に。で、安倍政権の時に、ちゃんと人材派遣会社の人たちも、退職金渡してあげなきゃダメですよっていう話したんですよ。で、その法律できなかったんです。本当に。これでも今度人材派遣業者の人たちが知らなかったら、その人たちが法廷に出されるから。全然冗談じゃないですよ。本当に僕のこと世界中の政府上層部で知らない人間いませんから、僕いなかったら、だって河川水門回収発電とか地下水流トンネル発電できなかったら、本当に50億人死ぬんですもん。先々。世界中の人は。ね。本当僕のこといちいち喧嘩売りに来ちゃダメよ。僕も人間だから、やっぱり怒ってしまうことあるから、あんまり鬱陶しかった。特に夫婦とかで来たやつとか、女連れのやつ、男調子乗りよ。なんか女連れとったら偉いと勘違いしよう。ええから自分の名前言ってみて、名前と住所と電話番号って、ちゃんと僕は公開してるからって、外からこういうふうなこと言って、ストーカー行為法違反してきた、つきまとい行為、歩きながらでもそれストーカー行為法違反やから、僕は三宮行っていいようが東京行っていいようが、身勝手に調子乗ったこと言ってきよったら、喧嘩売るようなこと言ってきよったら、ストーカー行為法違反と挑発行為と威嚇行為複数だったら。で、組織とか調べたら大体、威嚇行為に該当してくる。で、裁判妨害。迷惑防止条例違反。まあ、集団暴行に近い。いろんなことが発覚してくると。エロ業界のレンタルショップ。アダルトビデオコーナー置いとつって何件終わらせてきたったと思うとね、その辺のよくわからんようなレンタルショップをもう2件以上は潰してる。本当に。で、ツタヤはこの辺で2件潰したら、窓わからへんつもりいんのって僕六法全書持って行って教えてあげたよって従業員の人に言って、それ民法の方で法律知りませんとかとぼけるやつが裁判所に出てきて、法律に甘い裁判官が身勝手に許すような裁判されたら困るから、もう先にもう見せてるから、もういつつ見せたからってもう逃げられへんから、知ったから話の詰め方知ってんのこっちは。弁護士なしで裁判勝ったの30歳よ。もう46歳よ。本当に。法改正まで関わってきた人よ。本当に。いつまで淡井圭介のこと舐めてんの、本当に。勘違いで強制入院させました。後でどうなるか分かってんの、本当に。とんでもないお金払わせたら絶対に。こっちだってこっちの人生ボロボロにされとこねえからな、本当に。山口組の話も YouTube で、 YouTube 一覧表で山口組のことなら説明できますって、そういうワードのところタッチかもしくはクリックしてください。でそこの僕で YouTube で喋ってる内容、それが本当のことですか。ちゃんと警察官が田岡製薬所とか押さえてるから、本当に差し押さえ山口組、そこの公用病院、精神病院ので、公用病院のその目の前に山口っていう表札で、その経営者の理事長、もうそこに絶対住んどけよっていうことになってるから、もともと行政との癒着、税金使って変な薬とかまで打って、無理やり政府の悪いことバレそうになったら隠蔽させて強制入院させたりとかして逃げようとしちゃった連中、そこまでしたら完全に暴力団扱いだから、5年間仕事できないから、法律でそうなってるから、その人たちがおらんようになったら連れて行かれと閉じ込められてる、まず間違いない。これは本当の話。淡井圭介が春馬整骨院に大きな声で注意しに行った。最初ちゃんと普通の声で言ってるから、従業員、そして従業員がとぼけたの。そしたら奥の方で働いてる人間がいるんだって、それなりに大きな声出さなきゃなんないね。コスモトっていう人間にも言いましたよ、エネルギーの残存量問題の話、君のこと覚えてるよって、もうこういうことしないって言ったじゃないって、昔フルーツラバーが謝りに来たとちゃうのって、勝手にそいつ僕の袖掴みよったの。仕事場で仕事注意する人間いなかったら、そこの仕事はおかしくなるじゃない。
建物を建ててストーカーはこういうことなんですよね。エロ業界側の人間が。これは本当の話。で、大きな声出しただけで僕を強制入院させたら、まあ、他の人たちどうなんのって。もっとすごい長い期間？集団暴行ですよって。警察官だったら入院させていいと思ってた？それ高い給料もらえると思ってた？開き直ってた？思えてるからか。名前忘れたけど。警察手帳見せへんから、警察官。そういう警察官が辞めさせたい。高い給料もらえる資格なんかないから。僕らみたいな生活したらわかるから。自分たちがどれだけ高い給料を得ていたかって。それで反省したい。当たり前、国庫に返納。で、僕に慰謝料。損害の賠償もお金も。当たり前。できんかったらそれ警察官として認められん。正しい心持ってないから。ただ横領と癒着の世界を広げていただけ。公務員や、どっちも。行政も。で、警察官がいろいろバレて、精神病院の医者になってるから。だから繋がってしまってる。昔からや。この辺なんか医者と内科の個人開業医が10件以上ずつあるから。捕まえなあかんやつらばっかりや、ほんと。まあ全員が全員そうじゃないんですけども。ほんと変な従業員いっぱいいるから。いくらでも出てくるわ、そういう証拠。しょっちゅうアダルトコーナー置いてるレンタルショップ、ここ20年間の間にタオジとオカバの間だけで何件作ってなくなって、何件作ってなくなって、それ見てもまだ分からへんのって、力の違いって、こっち諦めへんよって、余計怒りようよって、あとね分かってるって、こっち人生潰されてんの、お前らもただで済むと思ってんのって、もっとひどい目に遭わなかったら釣り合い取らへんやろって、当たり前やん、そんなものって。以上です。皆さんご協力ご対応をよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定、しっかりとしてください。そうじゃなかったら、もうこのタイミングはなんかおかしい。ね、12月28日、皇居行って、その河川水門外式玉線とか地下水流トンネル発電、あと鎌田発電とか、マグマ発電もそうなんですけども、マグマ発電も本当にいります。火山が噴火とかしたら、ものすごい被害が出るのと、火山灰だけでも、経済の停滞はもちろんあるし、町中も灰だらけになるんですよ、結構離れた距離まで。灰が飛んで。もうこれぐらい積もったりしますから、灰が。で、マグマ発電がうまくいけば、もしかしたら金属が融解して混ざってるかもしれない、その溶けてね。だから、冷えて固まった時に、マグマの高温でね、一回発電して、で、冷えて固まった時に、使える金属ないか採掘してみて、で、まあ、防災プラス金属の採掘プラス発電なんですよ。いや、そういうのは、夜の、原発とか稼働していて、余ってる電気ある時に、そういうのを掘ったらいいと。音うるさいんだったら、少し離れた離島とかで掘ったらいいし、もともと海底ケーブル。衛星は一応ありますけども、衛星から電波なんかそんなに大した出力ないですから。世界中海底ケーブルで繋がってるんです。情報の 99% 以上は海底ケーブルでお互いの国繋いでいます。日本とアメリカも、日本と韓国とか、日本と中国とか、日本と台湾とか、世界中で海底ケーブル繋げてるんです。あの距離を。ちょっとぐらい離れたところ。引けるに決まってるじゃない。日本中どれだけ電線走ってると思ってんの？周り見たらわかるでしょ？以上。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。本当にもう絶対強制入院なしですよ。医者が悪いの分かったでしょ？で、なぜそうなるかって言ったら、もともとその個人開業医とかもそうなんですけども、もう倒産するから、借金とか背負ったりするから、だからお金に狂う。だからどうしても長い期間入院させようとする。で、大きな売り上げが上がる。だから3ヶ月近くの入院で大体300万ぐらい。大阪ヒルトンホテルの宿泊費用が、ね、世界最高級ホテルの一角である、
ヒルトンホテルね、ヒルトン系列のホテル、一泊3万いくら、一人。最高級ホテルでですよ。帝国ホテルも同じぐらいの値段です。日本でナンバーワンのホテルだから。なんでその辺の田舎の病院がそんな値段取れんのって、相部屋で4人部屋でって、フロアから1本を出さえ、で最終的には毒飲ませてきよ、こっち側が説明始めただけで。おかしな法律いっぱいあるから、医薬品の中で毒認めとうから、本当に規則の方、薬事法か何かの、もう見たから硫酸って書かれとうから、で後の横文字、あのカタカナのところ、どうせ毒混ざってる、それで苦しめて無理やりおとなしくさせようとしてくるって、本当のことバレそうになったらもうむちゃくちゃ。厚生労働大臣が医者の武見無理や、武見さん降りて、無理やから、本当に年齢的にも無理、本当に70を超えた人は本当にもう政治家どころか経営者としても降りてもらうから無理です、本当に本当に、あの後の世代の仕事がなくなるし、一番上のポストが一つ空けば順に繰り上がっていくから、一番下のポストが空くから、正社員雇用の仕事が、それもあるんですけども、もう医者の歴史があまりにも第二次世界大戦の頃のその黒歴史の、その行政側のね、国を行ってきた隠蔽工作とか大きすぎるんです、罪が。だから医者が、議員になること自体がまず無理、警察官になることも無理